親愛なる皆さん、世界平和は人類が古来より達成しようとしてきた夢です。これは理想主義的なビジョンですが、正しい考え方と行動で現実になることができるものです。世界平和には様々な側面がある。この夢の実現に向け活動している組織や個人もたくさんいます。私たちはこれまで、人間は互いに分離し、異なる人種、性別、宗教などがあると教えられてきました。このことは私たちの間に非常に多くの対立を引き起こし、この惑星に争い、貧困、奴隷、腐敗、その他多くの恐ろしいことをもたらしました。今こそ私たちはこうした信念を捨て、分裂するのではなく、一つの惑星を共に分かち合う一つの人間として生き始める時です。世界平和への第一歩は内なる平和です。あなたの心に平和がなければ、他者や周囲の世界の平和を見出すことはできません。平和は自分から始まり、周りの人たちに広がっていきます。私たちはみんな自分自身と未来の世代のために、より良い世界を作るため、私たち全員が自分の役割を果たさなければなりません。今は生きるための時代です。今も、そして今日も。平和とは競争相手同士の条約や合意の問題ではなく、競争相手同士が仲間になることです。私は世界の平和を実現するため、一人一人が果たすべき役割があると信じています。それは自分自身を教育し、行動することで実現できるのです。このメッセージはこの世界をより良くするために参加したいと願う全ての人たちへ送るものです。私たちは何千年もの間、星や銀河を通して働き続けている大きな変化の一部であり、他の地球外生命体と共にこのプロセスを支援するためにここにいます。あなたが教えられてきたことを今手放す時が来ました。今こそ立ち上がり、自分のもの、そして人間としてふさわしいものを取り戻す時です。私たちは自由、平和、愛、そしてお互いと宇宙との統一に値します。これらを実現するために、自分の周波数を3次元以上に上げて、すべてをより高い視点から見ることができるようにしなければなりません。私たちはみんなお互いに、どんなに違っていると思っていても一つなのです。地球人類という一つの種族である。ほとんどの人がそうであるように、敵や見知らぬ人ではなく、家族のようにお互いを認める必要があります。地球での生活はとても美しいものですが、時にはとても厳しいものでもあるので、些細なことで争うのではなく、この惑星を共有する一つの人間として団結することを学ぶことが大切なのです。健全な競争は良いのですが、あなたが誰かと一緒に働くことができないなる、あなたが4次元、5次元、またはそれ以上に霊的に進歩するために修正されなければならない、あなたの内側の問題があるので、まずは自分自身の中で何かを変える必要があります。私たちが住んでいるこのマトリックスは、私たちが完璧な社会であると信じているものに霊的に進化するため、私たち自身によって作成されましたが、この社会は地球上のすべての男性、女性、子供がどの人種や宗教に所属していても、平等な権利を持つまでまだ完成していません。このバージョンの地球は銀河の学校であり、私たちはみんな自分が到達できる
可能な限り最高の周波数に進化し、成長するためにここにいるのです。私たちはこの目的のために様々な場所からやってきました。そして今私たちは目を覚まし、自分たちを取り戻す時が来ました。人間の形をした霊的存在として、肉体は魂が人生を経験するための器に過ぎないことを認識しなければなりません。私たちがこの地球にいるのは魂の使命を実践するためです。それはより愛と思いやりのある存在になることを学び、成長することです。そうすることで自分の周波数を上げ、宇宙と一体になるための次のステップに踏み出すことができるのです。平和の道はあなたの内側、あなたの思いと心の内側から始まります。私たちが生きている間に、世界平和が現実のものとなるよう、このメッセージは同じ信念を持つ人たちに伝えようとする、私の試みです。皆さんがこれを周りの人たちと分かち合ってくれることを願っています。そして私たちはこれを実現することができるでしょう。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。